やばかったね、昨日。昨日すごかったですね、はい、やばかったね。はい、そうです。カメラ回った瞬間で聞きかけようじゃあ普通に喋ってきゃいいよ。そうだいぶ酔っ払ったね。でもいやー、そう、みんなミッチーすごかったね。いやすごかったっすね。ミッチーになったのは初めて、昨日。なんで一回、その車の件で会ったぐらいです。車の件になった。あ、車でなんか、視聴者の皆さん、なんか車で奇跡のなんか、車同士で喧嘩になったんでしょ。車同士で喧嘩になったんで、で、降りてきたやつがミッチーだったんでしょ。どんな生活しとんな。お客さんも見とるぞ、お前ら。で、あ、ミッチーやろ。もう来るやろ、ミッチーって。もう、来るな。昨日のこと反省しとるんじゃないですか。はい、昨日反省しないでしょ、朝出ました。反省しかないです。朝出ました、全然覚えてないです。昨日、まあ、いろいろ飲みに行った。まあ、ミッチー来てからしゃべった方がいいか。そうですね。楽しかったよ。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったですね。ギャラ飲みっていうの初めてだったよね。はい、うん、楽しいですね、あれは。あ、来たじゃん。お疲れです。お疲れです。カメラマンです。まあ、謝ってくれって会社まで乗り込んでいた。乗り込んでいた。ちょっといや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 、カメラ止めて、土下座するから。机の上で土下座するから。土下座だろ。土下座だろ。あ、まあ、謝罪しよう。すいませんでした。すいませんでした。昨日、まあ、俺が先輩と最初飲んだんだね。はい、先輩とたまたま、まあ、居酒屋行って飲んでたら、まあ、たまたま横飲んだんだね。あ、そうです。で、何回か会ったことあるんだよね、俺は。僕は昨日初めてですけど。あ、昨日初めて。僕は結構会ったことあるんですよ、ね、3、4回やって。そうですね。で、ちなみに塗装屋なんだよな。お前知ってます、塗装屋。お前途中から来たんだよな。あ、10時ぐらい来たんだっけ。11時ぐらいだっけ。結構早かった。9時、8時ぐらい。まだ居酒屋か。居酒屋です、まだ。で、その後に、まあ、たまたまね、まあ、俺は別になんかそういうんじゃないよ、はい、俺がやったんじゃないのね、あれはね。先輩がやろうって言ったんだけど、ギャラ飲みっていうのは、はい、まあまあ、ギャラ飲みっていうのは、コパニオさんが来てくれるんだよな。はい、で、たまたま、まあ、男も7人ぐらい、8人。8人持って、まあ、みんなで、まあ、栄まで行って、まあ、ギャラ飲みっていうのやったんだよね。で、まあ、いろいろ、ベロベロになって、やらかしたと。やらかしたと。もう俺、その時の写真撮ってよかった、本当にあれね。撮りゃよかったっすね。で、もう一人の友達だよね。あ、そうです、そうです。年は、エキさん、連れ。同級生。同級生で、同級生で。年が、ね、2個下ぐらいなの。そうです、2個下で。ここは同級生。ここ同級生です。はい、そうですね。で、結構まあまあ、その、ね、若者同士だけで盛り上がっとって、俺は、まあ、おっさんというか、まあ、その辺で、ね、同級生とかと盛り上がっとっての、でも気づいたら、なんか、椅子が、店の中で椅子が飛んどったんだよね。椅子が飛んどったっていう。止まっとった。椅子って飛ぶんすか。いや、多分、勝手に飛んだの。飛んだの。大丈夫なんですよね。大丈夫。やばいぞ。当たった人まだやばいな。もう本当にすごいですよね。大きいかどうかわからんけど、その悪い関係のすごいじゃなくて、そうです、もう警察とかそっち系の機関の普通の人じゃないみたいな。そうですね。もっとすごい、そのもう闇の組織ぐらいやばい人だよ。あの人。じゃあ本当だよ。なんかあっち系でしょ。あ、そうです。あの、その警察官じゃないの。ないです。あ、そうです。SP です。もう本当にもう本当にすげえやつなんだ。もうそれぐらいもう。戦闘能力高いですよ。あれはやばい。コントロールですよ、俺。そいつにまさかの椅子がバーン壊れたでしょ。こいつが投げた。でも何も言ってなかったです。何も起こらなかったんだけど、そこからもううわーってその先輩だ後輩だっていう話があるもんで、ブワーってもう匿名になって外でやってたんだね。匿名で外でやっとって、みち君は自転車に突っ込んでとった。自転車に突っ込んでとった。じゃあ、もうタクシー乗れって言ったら、ブワーって思って、で、タクシーの上でなんかゴキブリの下みたいな。で、自転車がなんか6台ガシャガシャガシャーって回るんだね、あれね。やばかったよね、こいつ。その自転車に女の子足挟まっとったんですよ。そう、その女の子も5人、6人来とったんだよね。で、女の子血入れとったんすからね。そう、マジですか。マジで怖いっすね。お前もう障害者だよ。お前障害者だよ。お前、地形ってもやめろ。地形じゃねえじゃん、お前。地形なんなんだよ、お前。まあまあまあもう、まあまあ怒っとったよね。まあ、で、こいつさっき先帰ったんだね。そうです、一緒に行って、で、まさかの一人でなんか、どこ行ったか分からない。どこ行った？なんか女の子にヘッドロックされてどこ行ったでしょうか。いや、行った、覚えてないですね。覚えてない。そう。あ、いや、飲んでましたよ。まさかの大喧嘩しようときに、はい、あれ、あいつどこ行ったっけ。いや、あいつなんか女の子に連れてくれましたって。ニブラさんです。ニブラさん。ニブラさん。ニブラさん。そう。はぁー。あれどっかにしけ込んだんですか。イケメンじゃない。いや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 、しけ込んでない。しけ込んでないですか。しけ込んでない。いやさ、今日ここの謝罪動画じゃん。はい。なのに、もうまさかの視聴者の皆さん、この二人が、まあ、塗装屋なのか。
で、まあ一人親方で何十年もやっとるのね、まあ、何十年じゃないけど10年以上2人やっとって、まあ俺は何回かやっとって、まあいつか来てよってイケメンだし YouTube にもいいやんって喋れるしね、はい、で、面白いしで、今度うちの仕事12月からそうですね、まあ、いっぺんやってみようかって、はい、まあよその仕事もいろいろやっとるんだけど、まあいっぺんやってみて、はい、で、まあ余計や、まあ、うちは専属でやっとるもんで継続的にやって、俺は本当に言うのは、まあ、職人の世界がね、何人か人使うとかさ、経営者になってって面白いんじゃないって、はい、で、YouTube も、まあ、メインキャラで出てきた俺も絡みもあるしいや、言って、二人ともイケメンじゃん、イケメンですね、うん、そんなんで、いや、イケメンじゃん、まあ、俺が一番かっこいい、すごいじゃん、だってすごいす、俺初めて見た、あんな女にさらってかれるの、いや、その、どこ行ってんの知らないよ、俺僕も知らないです、苗場市の方だっけ、苗場ホテルじゃない。いろいろ知ってたんだよ。聞いてるね。まあ、ここは仲いいでしょ。行ってたから。まあ三人の子だね。はい。またもう一人の子も熱い男だけど、あの子はまあ塗装じゃないんだよね。あ、そうです。介護士。介護士。まさかの。あの顔で。あの顔で。あの顔では悪口。そうそう。で、まあまあ本当にもう大喧嘩で、まあね視聴者でお客さんも見るもんね。まあどういう印象になるかなんだけど、まあでもまあ職人の世界だよね。まあみんな仲良く最後は。そうですね。はい。ただこいつがいかんわね。もう泥酔しようと思って先に帰らされて。でこいつもあれだね。まさかの奇跡のどこ行ったかよしゃんだよ、タクシー代に2万円がかかるとこまで行ってどっか行ったらね、そうなんすかどこ行ったの、どこ行ったの、どこ行ったんすか、結構はいどこ行ったの、え、覚えてないっすね覚えてないいや、これはやましょう、これなんでなんで覚えてないわ、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 覚えてないっすね大人としてはよくないっすね、僕も覚えてない、僕も覚えてない、覚えてないっすね、覚えてるいやー、まあ、汚いとか汚いやつら男どもなのね、あのは、ほんとで、俺ってのはね、みんな熱くね、あれがね、悪かった、これが悪かったとか、まあ、あれはいかんね、あれならかんね、って言ってはい俺も土下座したのか、あれ、次の店で本当ですか、本当ですか、あ、いなかったいやいやいや、そういう言い方はやばいです、やばいそういう言い方はやばいそういう言い方はやばいそういう言い方はやばいで、もう本当にこれから本当に、まあ、新メンバーになっていいな、まあ、まず一回仕事してみて、まあ、やれるかどうかだね、はい、まあ、今自分たちのお客さんもおるもんで、はい、まあ、どうかなとは言ってるけど、まあ、塗り替え道場ってのは昔から知っとるから、まあ、いっぺんやってみてもいいかなって言ってくれてるんだよね、はい、やり始めたら、まあ、YouTube も出てくれるっていう、はい、ことになってるんで、まあ、ちょっとね最近塗装動画も少ないんで、はい、少ないです、うん、また面白くなるじゃん、そうですね、うん、まあ、そういうこともできるかなとは思ってます。じゃあ なんであれあの喧嘩になったのこれ覚えてないですよ、これはガチの覚えてない、いやこれは分かってます、そのいやこれはガチです、じゃあそれ知って毎回だもんこいつ、あ、そう覚えてないって言うのそうそうそうそれはいや、まあまあ怒れないですそれはダメですね、酔っ払ってないじゃん昨日いやいや、待って何で逆にあ、全然飲んでないですよ、あ、飲んでないですか、なんでもう途中から気づいたでしょ、あいつ俺ね、いやいや、そんなことないです、そんなことない、寺飲み行くって言った瞬間酒飲まんくなったそんなことあったそんなやつや、え、一部始終見とったの、そこで暴れとるとこ、あ、僕は見てましたよ、で どんな感じだったの、誰に怒ったからね、僕も聞きたいですね、それはあれは何があったのかって、何があってあんなに怒ってたって、椅子飛ばしてさ、女の子に断られたかなんかじゃないですか、違うんですか、あー、かもしれんですねあ、ホテル断られたえ、ホテル断られたの、ホテル断られたんですかね、どこ断られたんだろう、なんでいきなりホテル、だってあれ15人とか貸し切り状態だったもんね、15人、17人ぐらいで店入ってるもんね、分からんけどニーフラ最高だったんですかね、ニーフラそう、これだけ一番美味しいよね、なんか今日美味しいですよ、昨日もさ、言うとこなんか今日肌ツヤいい、いや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 、本当に覚えてないです、本当に僕はそうめっちゃ飲んじゃったんですよ、絶強いお酒強いお酒飲んじゃった、本当に絶対そう、一切飲んどらんかった、98度ぐらいのもんが98度、すげえ、ただの結果のことはよう戻ったじゃん、さっき言うカメラ回らない急に断片的にバチが記憶が記憶が出たで、塗装で、まあ、じゃあ職人やってて、これからさ、まあ、ちょっと最後さ、まあ、これから YouTube 出てくれると思ったら、ちょっと、ま、真面目な話で聞きたいんだけど、まあ、民間の戸建てばっかメインでやってるの、あ、そうですね、うーん、でもうこういうリフォーム会社とか
裏みたいなところの、あ、そうです、まあ、洗浄機みたいになって、あ、そうですね、で物件もらって、はい、月に、まあ、2件3件そうですやって、で一人でやってるんだ。空いてる時は応援行ったりしてですね。で顔が硬いって、何人さんの顔緊張します。突然なんかめっちゃしかめっちゃ何だその顔と思って、笑っとったそんな一番カメラ意識してるよ。だからもうあそこにさカメラあんまり意識しててうまいこと喋っとうなと思うけど、もうバチバチのそうですね。俺まあまあね、昨日も初めて会った時6時間7時間ぐらい一緒に飲んどるわけじゃん。汗まで返ってきたから、ね、やべえそのさっきがめちゃくちゃ緊張した。僕やりましょう僕やりましょうみたいな、こっち掘り下げましょう、もうちょっと。いや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 、全然全部記憶あるんで多分で、またその職人さんで、まあ、今度また本当 YouTube 盛り上がっていくかなと思うので、ぜひこの2人また楽しみに、また YouTube 出れるのを見ていてください。はい、またねー。またねー。なんかいい、なんか締まりはなかった。でも本当に見てくれたんだね、YouTube ね。はい、もう本当に。で、200人ぐらいの時は見てくれてた。あ、いいですね、チャンネル登録ね。見とった？あ、僕見てましたよ。いや、見てました。見てましたよ。昨日、あ、そうなの？下で、ずっと携帯で。あ、見てますよ。キルヘルメットのやつですよね。誰でも知ってそうだ。キルヘルメットのあれですよねとか言って。YouTube あんま携帯じゃないんで僕あんまり。よう言うわ。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。なんで？どれか可愛いじゃない。決めたよね、決めたよね。あ、楽しみだ本当。ぜひ塗装のなんか作業風景も撮りたい。あ、まあ撮りたい撮りたい。まあお前いけんだろうけど。はい、喧嘩したし。でもここは喧嘩しないでしょ。あ、ここは全然。ここ全然喧嘩じゃない。3対1みたいな感じになってないでしょ。ね、そこは偉いよね。連れが喧嘩しようのに、はい、止めとったっすね。うん、まあね、それは止めた。止めじゃ止めた。止めた後になくなったかった。まだまだじゃあさ、俺は別にとか言ってたけど、俺ヘッドロックさんちょっと止めれんかったのその連れてかれる。いや連れてかれる。いや力強かった。力強かった。力強かった。格闘家かな。格闘家かなと思って。先生が会ってかれると、まあ、すごいよね。いやいや、ちょっと泡吹いとったからね。しまいすぎて、しまいすぎて。絶対しまい。